おはようございます。2011年8月27日土曜日、6時5分が9分になっちゃいました。スタートしようとしたんですけども、なんかユーストリームのあのブロードキャスターって言って、あのウェブから使える送信するあのアプリですね、あれがですね、なんかすごく調子悪くて、あの開こうとしてるんですけど、あのぐる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 データがこうダウンロード中のままずっとですね、全然こう終わってくれなくて、スタートするのが全然できなくてですね、やり直してたんでこんな時間になっちゃいました。さて、今日は CNET Japan の方から見ていきたいと思います。ニュースのネタはこれ、日本の全インターネット人口の 80.5% がブログを訪問ということで、コムスコアというところがですね、メディアメトリックスという MMX というところのデータを元に分析したものなんで、まあ、これがですね 100% 正しいかどうかはちょっとまあ別として、ただこういうそのブログを使う人が日本人はやっぱ多いよっていう話ですね。でこれ実はあのオリジナルデータ、こっちですね、あのコムスコアの方のプレスリリースを見ると、ちょっと見にくいですかね、でっかくすると、SNS 時代迎えてもまだまだ日本人はブログ読んでますぜっていうような話ですね。で2011年6月の1ヶ月間というそのアクセス数の調査とですね、で去年の同じ6月の1ヶ月の調査、それとの比較とかも出てて面白いんですけども、まずこの表から見ると、これ世界の一人当たりの平均訪問時間及びユニークビジター、要はあの一人一人 どんな人がこうどれぐらい訪問してるかっていうことで見ると、訪問の平均時間がですね、日本はやっぱりすごく高くて、これトップで、世界トップ62分6秒で、韓国が49分6秒、ポーランド 47.7 秒じゃない、分ですね。インドネシア33分、ブラジル32分、ベトナム30分とかっていうふうに、スウェーデン、マレーシア、ポルトガル、台湾っていうふうにこうつながってるわけですね。意外とその英語圏がそんなにないというのがちょっとねびっくりしたんですけど、やっぱりあんまりこう文字を読んでないんですかね、動画だのなんだのってそっちの方が多いのかもしれないですね。それかその SNS とかそっちの方にこうどんどん行ってしまって、ブログとかその辺をあんまり読んでないのかもしれないという感じですね、なんとなく。でまあちょっと統計が取れてないのかどうなのかわかんないですけども、この辺を見るとなんとなくそのブログに関しては日本がやっぱり相変わらず文字を読むのが好きな日本人っていう感じですよね。で、じゃあ浸透率っていう、もので見ると、台湾、ブラジル、韓国、トルコ、日本っていう風になるんで、そのブログを読んでる時間と、あとはそのどれぐらいの人が利用してるかっていうことで考えると、まあこんな感じなんですけど、ただまあとはいえ、世界のかなり上位の方に入ってきてて、やはり日本人ってそういう文字を読むのがすごく好きなのかなというのが、これがやっぱり一つの特性としてね、こう出てくるんだなという気がします。これは面白いなと思いますね。でまあこの台湾、そうか、やっぱアジア圏が多いのですよね、この辺り。中国がここに入ってこないのは、これはその統計の取り方かもしれませんけれども、とあの台湾というよりも中国本土ですねの方とかが気になるところですが、まあとはいえこういう面白いなと。でそれと私はですね、ちょっとこのこっちの方が気になったデータなんですけども、これは去年の6月と今年の6月で比較したそのブログ、各ブログのサービスですね、
ここに出て FC2 ブログとかライブドアブログ、アメブロとかシーサー、ヤフー、ココブロ、ハテナダイアリーとか、こういったところのブログへのこれアクセス数ですね、それの伸び率というのが出てるんですけども、 FC2 ブログはやっぱり去年も今年もトップではあるんですけども、伸び率が 16% なんですね。でライブドアなんか 35%、 アメブロが 14% という感じで、このシーサーがですね、シーサーブログが 58% っていうのはちょっとびっくりしたんですね。要はほぼこれ、58% の伸びってこれ どういうことってここにまあ書いてあるんですけど、1万6000から2万5000にこう変わってるんです。これ単位は、かける1000なんで、さらに1000増えてますけど、これのですね、1000だから、1600万から2500万ですね、になっていると。この伸び率は何なんだろうという、この 58% っていうのはかなり驚異的にこう伸びてきているところですよね。数としてはそんなに上がってないとしても、それだけ、ブログを使う人がどん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 増えてきてるのかなというのが、なんとも不思議なところですけども、ただまあ日本、その前にもその調査として出てますけど、日本ブログってやっぱり日本語のブログが驚異的に多いんですよね。日本語のブログが世界で一番多いと言われてまして、でただ一方でですね、その日本語のブログっていうのが、いわゆるそのアフィリエイトだとか、SEO 対策でアクセスを集めるために作られているような記事っていうのが山のようにあってですね、まあ、海外でもそういう記事ってあるんですけども、ただそれがですね、やっぱりそういうものも桁違いに多いというところが日本の特徴で、だからこの数字の伸びを見た場合に、本当にその、なんていうんですかね、一人一人がこう記事を書いて、やってきたのが増えて、このシーサーブログが 58% も増えてるのか、ひょっとしたらそういうその、宣伝用のブログですね、そういうものが作りやすかったというようなことがあるのかもしれないんで、このあたりはですね、非常に、難しいところはあるかもしれないですけど、ただこのシーサーブログの伸び率、それにしても驚異的な伸び方ではあるなというふうに思います。まあ、こういったところのブログのこう伸び方っていうのも、やっぱり見てても書き散らかしされてるのかなという感じはしますけれどもね。ただまあその中でこれはどうだかわかんないですが、グーブログはマイナス 2% っていうことで、ドコモが伸びてる中で1個減ってるっていうのはどうなんよっていうね、もうグーはもうかなり厳しいところに、これを見る限りは追い込まれてるのかなっていう感じもしますけど、まあこういうのは見てたらですね、いろいろ話していると時間が経つので、もう17分になっちゃいましたね。ただまあこういう日本は本当にこうブログ大好きで、やっぱり文字を書いたり読んだりするのがすごく好きな人たちが多いんだなというのがよくわかります。さてそんなところで、東京の方はですね、なんかものすごい雨になったら、まあ東京以外のところでもそうみたいですけども、めちゃくちゃ雨が降ったり、急激に、ゲリラ雷雨、ゲリラ豪雨ということで、いきなり鉄砲水とかで、水没したりとかですね、冠水したりとかしているので、ぜひご注意ください。今日もまた急激に天気が変化するようなことを言ってますので、土曜日お出かけになる方はぜひ、天気予報とか、また空模様とかですね、気をつけて、地下街とかずっといるとね、全然わからなかったりするので、ぜひぜひ気をつけてください。ということで今日も元気にやっていきましょう。ではまた。